こがもう八日市の駅前で、そう駅前やろ。よし。まあ、あれくらいで軽く蒸し食うか。でも、居酒屋が落ちそうなんでね、夜のお店が落ちそうだから。軽く食うには、いや、あれくらいでぐらいがちょうどいいだろう。あれだったら弁当買ったりしてもいいし。よし。さあ、買ってきましたけどね。まあ、お弁当とか、ちょっとそれ買ってきました。フードコートのところ、なんかめちゃくちゃ綺麗になってましたね。なんか綺麗になりすぎてな。なんかめちゃくちゃおしゃれカフェな感じだったんで、沈んで食えなかった。なんか量り売りみたいな感じで、なんか結構独特なシステムな感じでしたね。まあリンクなんかあったら貼っときます。業界って、まあ、駅前ですし、で問題はね、買って食うやつをいっぱい買っちゃったんでね、これちょっと多額会社に回るのにこれはどうかなっていう感じはするんで、まあ来る電車次第かな。日野方面の方が早く来そうだったら、もうこれを置いてやって、で佐賀方面の方までちょっと車走らせてね、やってもいいし。妖怪地公園、そこから妖怪地ですからね。そう、今回も完全にターミナルシリーズの感じでやってるんで、特に増えてなかったですけど、よく四日市駅とね、間違えてしまったって感じでよくやってましたけど、あれちょっとね、プチリニューアルをして、マルヒ市駅完全制覇の旅みたいな感じで、マルヒ市の駅にいろいろ行くっていう形にしようかなとも思ってるんですけど、実は、間違え速度で言うと、実はこの四日市、日本語やとね、8と4やし、四日市。ですね、これね、見てない。線なんだ。あんま間違いなさそうやけど、どこに行ったらいいかなぁ。なんかどんな感じ。こっちの中は、自販機とかあって、フリーピアノが悪いの、スローミュージアムとかもある。なるほどな。で、次に行くのが、ベトナムのミルコーナーやってたんだ。あ、今やってんだ。そんな中で。14時前かなか14時19分近江八幡行ったらか、14時27分やから、前から方面はさっき来るから一応行ってみようか、こっちで、木津川方面のこっちで、木津川じゃなくて、前から方面か、で登ってったらいいな。やっぱ妖怪地域、新妖怪地域よりこっちの方が綺麗な感じです。妖怪地を間違いやすいっていうのでね、どこで見たら分かりやすいかな、どっかにないかな。渡って、ここにこんなミュージアムもあるんだ。なんか撮影禁止みたいなあれですけど、とりあえずこれかな。お子様向けな感じのあれになってる感じかな。あ、で、ここに泊まってるし、そう、ここね、ずつ出てますが、木部川と違って3線ありますけど、全部近江鉄道ですからね。よいしょ、ドアに入って、もうだから近江八幡方面の電車も止まってるから、あ、まだ止まってないね。あ、さっきのでした。なんて言うんでしょう、そっちかな。結構、
なかなかつけますね。なかなか限界までつけるね。へえ。路面電車とかである。あれはここゼロキロポストなんだ。へえ。こっからあっか。境界線がここから出る感じか。で、これが分かりやすいんじゃか。こんな感じで、妖怪地。これ伸ばし棒が入ってますけど、分かるかな？妖怪地と K の数が1個入るかどうかだけなんですよ、違いが。アルファベットで書くと。妖怪地はこれの YOKKAI になるだけになるんですけど。なのでね、英語で見るとね、本当に一瞬ね、あれって、あれ妖怪地のやつってね、やるときあります。四日市の人間からするとね。名前実家そんなに地理的にも払えてないのかね。厄介ポイントでもあったりする。こんな感じですね。あ、そっか。大船八幡の方行くお客さんも。結構複雑なあれになってるんですね。前はやっぱ新しい建物もいっぱいあります。こっちリープマックスか。ルートインだともあるんで、まあ、ビジネス事業もね、多いとこですからね。こんな感じなんですね。あ、ちなみになんかガチョコンガチョコンでなかったと思ったのマスコットキャラクターらしいです。この辺り変電設備とか昔ながらのあれですもんね。こういうところなんかローカル施設感があってなんかいいですよね。で、来た列車はこれはどうやら大見八幡に折り返してく列車かな。ああ、さっき新妖怪地で、あれか、行き違った列車か。それが、大見八幡から妖怪地にまた戻ってきたんですね。なるほどね。ですから、ここの一線だけ、ホームセンターで共用で使うんですね。うまいこと使いますね。妖怪地でした。ここの表記で見るとそうですよね。あは、あれで見え。LED やかチカチカしてるか、結構わかりにくいか。で、このまんま乗って、そうか、前原方面とかはそのまんま乗り通していけるんや。え、なん、あれ、家さんできたけど早すぎたか。で、そっか、ホーム行こうと思うとどこだったっけ。高宮か、高宮で折り返しでしたね。言っとったらなんか雲が出てきてちょっと怪しい感じになりつつあるけど大丈夫かな。一応天気予報見た感じは一応雨は降らなさそうだったんですけどね。なんか怪しいな。いや怪しいな。この雲行き怪しいな。こっちが南だよな。前原こっちでやから。大丈夫かこれ。ちょっと見てみよう。これは怪しいぞ。さあ、この会社ってね、サンネルね、駅を見ようとか言ってやってましたけどね、今ね、雨雲レーダー見たらね、やっぱね、この雲は嘘じゃないみたいですね。まずいらしい。この後、2、3時間後に、なんか真っ赤な雨雲が来るってなってたから、よし。これね、起点を聞かせます。なら、まずい。もうね、そういう時はおとなしく、日野駅に戻ろう。
まずいまずいまずい。なんか、やばいぐらいの真っ赤なやつが来とった。なんで、高台車、とてもじゃないけど、お参りと、なんて、のびたこと言っとる感じやったんで、まずいまずいまずい。いやー、さすがにちょっと見た瞬間に、あ、これはやばいなっていうレベルの真っ赤です。まあ、もう3、4時間くらいは、ダメそうなんで、出しましょう。まあ、500円。まあ、ブランコに安かったんでね、ガチャリンポンなんてある。よし。よし。もう一回乗りに行こうよ。うん。後半リベンジ、高台車だけリベンジする形で行こう。うん。もしくは車で行くかな。いやいやいや。まあね、せっかくお得な切符を作ってくれてるわけですから、一回だけ乗ってね、満足したのではね、ダメですよね。うん。ね、やはり、視点を出して、何本やったっけ ?20? バランスですか。あ、そう、ちなみになんか利用者さんが多いですけど、あれなんですね、フリーキップ、500円のフリーキップですけど、あれ、小児運賃100円なんですね。ワンコインワンコインっていうことで、大人500円の、子供100円で1日乗り放題らしいです。その兼ね合いなのか、すごく小学生の小さいお子さんがいっぱい利用されてますね。その価格設定をかなり攻めてますよね。ちなみになんか10月17日だっけな、ここに出てるかな、載ってるかな。ちょっと当店舗で、にぎわい作りで活躍です。あと10月14日のこのフェスの時は、大人100円、子供100円で1日乗り降り放題になるらしいです、ね、乗り降り自由、ですから、1回100円じゃなくて、1日乗車券が100円とかかな、1日の料理自由ですかね。これはエグいな。10月14日。ああ、10月14日は俺仕事だな。ダメか。そうか、14日仕事だ。ああ、残念。まあ、どっちにしてもそれだけでも500円だって安いですからね。し、多分、すごい人だと思うんで、山田さんの苦手な人混みになると思いますのでね。奥さんも多分いっぱいでしょうからね。撮影には不向き。いや、そういうフェスをね、撮影する人からするとね、鉄道系でね、こう撮影とかやってる人だと、ここぞとばかりの鳥だからね、ところがあるんでしょうけど、うちみたいな感じのところだとね、そういうところはね、逆に避けたいところですからね。